はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、2023年の7月24日月曜日となっております。はい、いろんなニュースがあるんですが、コスモスの界隈のニュースをね、今日は2つぐらいお伝えしようと思います。そのうちの1つがですね、ワームホールがゲートウェイと呼ばれるコスモスサプライチェーンを公開ということで、まあ、これもね、結構大きいニュースになっていますと。まあ、前からね、ワームホールが来るっていうことが言われていてですね、まあ、今回発表がね、やっとあったということでね、はい、今回アプリケーション固有のブロックチェーンであることを明確にするために、まあ、今回ですね、ワームホール財団は新しいアプリケーション固有のブロックチェーンをコスモスエコシステムに導入して、まあ、20以上の異なるブロックチェーンの流動性とユーザーをコスモスアプリチェーンに接続する最初のアプリチェーンとなりましたということでね、はい、ゲートウェイと呼ばれるワームホールがね、まあ、来ましたよということになっておりますね。まあ、ゲートウェイは単一のクロスチェーン流動性ルーターを介して複数のコスモスチェーンとアプリを接続することを目的としているとあります。はい、まあ、ゲートウェイの初期段階ではオズモシス、エブモス、ニュートロン、セイなどの著名なチェーンを含む23のコスモスベースのチェーンがリンクされますと、まあ、初期段階ですね。はい、まあ、より多くのチェーンを統合する計画はすでに進行中という、いうことになっています。はい、まあ、今回 IBC を利用することになりますということで、まあ、書かれていますが、はい、まあ、これによって、まあ、ゲートウェイはすでにコスモスベースのチェーンを接続しているアクセラーのような総合運用性プロトコルの競合相手として機能することになりますと、はい、まあ、いうことも言われておりますね。まあ、今回ゲートウェイなどのアプリチェーンはですね、単一のアプリケーションを動作させるためにカスタマイズされたブロックチェーンということになっているそうです。開発者はイーサリアムのような基盤となるブロックチェーン上に分散型アプリケーションを構築するのではなく、独自のブロックチェーンをゼロから構築すると。で、ブロックチェーンは通常単一のアプリケーション専用なんですが、まあ、ユーザーのニーズに合わせて継続的にアップグレードができるということが、まあ、特徴となっております。はい、ワームホールの進化とありますけどもね、はい、このゲートウェイというものはワームホールチームによる最初の製品ではないということで、まあ、同社が以前に開始した分散型プロトコルであるワームホールブリッジは複数のブロックチェーンを接続する能力で知られており、コスモスエコシステムの外側のレイヤー1チェーン全体でトークンとデータの両方の転送を可能にしますと。まあ、今回ですね、コスモスへの進出であるゲートウェイは橋の元の建設、設計からの大幅な進歩を表しているということで、まあ、前はですね、ワームホールはですね、ブリッジってことで、有名だったんですけども、ハッキングを結構ハッキングを受けてですね、まあ、多大な損失を被ったということがね、あったんですね。で、まあ、ビタリック・ブテリンも言ってますけども、やっぱりブリッジのですね、リスクっていうのが非常に高いということになってまして、はい、まあ、ブリッジによる、まあ、ハッキングっていうことがですね、結構ね、起こっていた、現状があってですね、まあ、今回ですね、 IBC を使用してということで、まあ、ゲートウェイという形になっております。はい、ワームホール、2022年にですね、コスモスベースのブロックチェーンの、まあ、インジェクティブとね、統合したっていうことがあって、コスモスのエコシステムにね、まあ、拡張したということになっているんですけど、まあ、この立ち上げはですね、まあ、今回のこの立ち上げはですね、アプリチェーンのネットワーク全体に影響を与えるということで期待が高まっております。はい、まあ、イーサリアムのトークンがですね、ソラナに移動されると、通常宛先チェーン上の表現としてラップされますと。例えばソラナの転送からイーサリアムトークンは元のトークンのラップされたバージョンとしてソラナに表示される。2022年2月ですね、ハッカーがソラナを使用してワームホールブリッジを悪用し、ブリッジ上の特定のセキュリティ署名を偽装し、3億2500万ドル相当の12万イーサリアムを鋳造したと。ハッカー不正に鋳造された WETH をイーサリアムネットワーク上で本物の ETH と交換し、ワームホールが保有する全ての資産を枯渇させたというふうにあってですね、これが大きなね、問題となったわけですね。はい、ワームホールを育成した貿易ベンチャーキャピタル会社、ジャンプクリプトは盗まれた12万イーサを、埋蔵金から補填して、橋を支援するという形で介入。まあ、その後チームはハッカーがハッキングデータ収益を預けていた分散型金融プロトコルであるオアシスから資金を回収することに成功したと、はい、いうことで取り返したよという話ですね。で、ゲートウェイのセキュリティ強化のために同財団はハッキング時のクロスチェーン感染を制限するためにネットワークに統合されたソフトウェアモジュールガバナーを導入したというふうに、言われております。
はい、まあ、このようにね、本当に、まあ、ブリッジに関してはですね、ハッキングが、まあ、多くてね、問題視されていた、わけですが、まあ、このようにしてですね、まあ、進化を遂げてですね、はい、まあ、コスモスにということになってきてますので、はい、まあ、今後はですね、はい、まあ、期待していきたいなと思っております。はい、まあ、ワームホールにはですね、様々なブリッジに、まあ、総額3億7800万ドルぐらいのね、価値がね、ロックされているってことが、まあ、言われているので、はい、はい、まあ、今後にはですね、ちょっとね、期待していきたいなと思っています。まあ、こういったニュースですね、これが結構大きいなと思っております。それからですね、もう一つのニュースとしてはですね、オスモコンですね。はい、まあ、こういったイベントというかがあってですね、このオスモコンで、まあ、サニーさんがね、いろいろ発表していますよという情報がツイッターで流れてたので、まあ、そこをちょっと抜粋してですね、まあ、少しね、最後お伝えしようと思います。サニー・アガルワルって左上の、ね、サニーさんについてですね、モズモシスの創設者でもありますが、この方が、まあ、4つのね、新しいものをね、発表していますよということでね、今回、ツイッターの方で上がってました。で、まあ、このね、オスモコンについてもですね、いろんなコスモス会話の方々がですね、スピーカーとして出ていてですね、マザキさんもはじめ、バビロンのデビッドさんとか、ね、いろんな方々が、エレナ・ジュリックさんとかね、ノーブルのエレナさんね、ね、まあ、最近ツイッターでは、ジャック・ザンポリンさんとザキさんとね、スリーショットってことで載っていたりとか、はい、まあ、いろいろとね、こう、皆さん仲がいいというかね、はい、和気あいあいと、まあ、この中でですね、やっておられるなということですね。はい、まあ、ここでちょっと注目なのがですね、やはりこの石川さんですね、トキファイナンスの石川さんがこのコスモコン2023ということで、まあ、スピーカーとしてね、登壇されているということになります。はい、まあ、トキはね、まあ、前のね、動画でも言っているようにですね、非常にね、優良な優秀なね、プロジェクトでですね、日本のステーブルコインっていうのをですね、今後、やっていくというような流れになっています。はい、まあ、日本代表ということで本当にね、期待したいなと、応援していきたいなと思っております。はい、まあ、このような感じでですね、オスモコンというものがですね、開かれていますよということで、はい、7月21ですかね、はい、はい、まあ、いよいよこういう形でね、ステーブルコインについて午前11時の中で石川さんがですね、トキファイナンスとして出ているということですね。まあ、この、まあ、ノーブルとね、トキファイナンスはですね、まあ、提携という形で、まあ、協力してやっていますので、はい、まあ、この辺もですね、すごいね、期待したいなと思ってます。あとメッシュセキュリティについてはコンフィオとか、まあ、ジュノとか、まあ、その辺がですね、すごく、まあ、主となってやっているということになっておりますね。はい、まあ、最近のニュースとしてはその辺が、あるかなと。で、他もですね、バビロンとか、まあ、DYDX、先ほどのワームホールとかね、まあ、いろんな方々がですね、このオスモコンに、登壇しているという形になっておりますね。はい、まあ、どんどんこんな形でですね、やってますので、はい、非常にね、まあ、オスモコンだけでなく他のね、イベントもね、モジュラーブロックチェーンとか、まあ、いろんなイベントが今行われているので、そういったところでもね、活発に、はい、動いているなということになってますね。名だたるですね、スポンサーなどが、いますよね。はい、まあ、ここでですね、少し、サニーさんのね、情報なんですが、はい、まあ、2023年の開会スピーチですね。で、基本的に4つの新製品を発表ということで、やってますね。はい、オズモス指数ね、モジュール式エコシステムとどのように統合作用するかについて話しますということで、サニーさんがモジュラー流動性ハブとしてオズモシスに、ということで発表が、されていると。はい、オズモシスは IBC エコシステムにおける流動性の中心点として浮上、まもなく IBC ネットワークに新しいノード、セレスティアが、できる予定ですということで、こういった発表がありますね。はい、まあ、セレスティアについては非常に、はい、まあ、期待されたプロジェクトで、まあ、2023年ですね、ローンチ予定というふうになっております。はい、モジュール式エコシステムのおかげでコスモス SDK でなく IBC に統合できるフレームワークがさらにたくさんありますということで、まあ、紹介がね、されているわけですね。はい、オズモシスはですね、 IBC とハイパーレーンの間の、橋渡しとなりますということで、はい、これも載ってますけどもね、はい、ハイパーレーンについてはですね、この前動画でも撮っておりますが、こちらもね、注目の、ポイントだと思っております。はい、まあ、このような感じでサニーさんね、まあ、載っておりますが、セレスティアから IBC 通じてオズモシス、オズモシスからハイパーレーン通じてということで、こういう形でね、はい、発表がね、されておりますね。はい、あとはですね、コスモス SDK の不正行為を証明できるようになりましたよというようなね、ことも載っていてですね、はい、まあ、非常に興味深いですね、内容が、
開会式で発表されているということになりますね。はい、ということでね、まあ、このようなニュースが最近ありますよということで、まあ、お知らせの動画となっております。はい、今後ね、大相撲コンについてもそうですし、まあ、情報の方を追っていきたいと思っております。はい、また、ご視聴いただけたらと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。